皆さん、こんにちは。私はニック・リーフと申します。今日、私は日本市場開拓の難しさについて話したいと思います。そして、英語を話す国とビジネスに比べたら、日本とのビジネスはどう違うかという問いを投げかけたいんです。私はこの質問の答えをもう自分で分かっているつもりで、次の実例で話したいと思います。2004年に某国際携帯電話会社が日本の市場に参入しました。置き店を出したり、広告に芸能人を採用したりしたのに、いろいろなミスを犯して、数年後、日本の市場から撤退しました。致命的なミスの中に、携帯電話の形でした。携帯電話の形でした。店の店頭に最新の機種も、型落ちの機種も並びました。その型落ちの機種の中に、ある機種はモノクロ画面でした。これは日本で3年前、出回らなくなりましたから、まるで石器時代の道具のように見えたのではありませんか。この野暮たいものは流行に敏感な人たちに全然受けませんでした。ブランドに傷がつきました。この話は大事なポイントを示しています。この会社は日本の消費者の思考を問わず、他の国でうまくいった営業戦略をそのまま日本に当てはめようとしました。そして日本の激しい競争で他の会社に足並みを揃えず、消費者を飛びつくような製品や電話機能を開拓しませんでした。そしてこの会社は日本人に対する固定観念も持ってたのではありませんか。つまり日本人は外国のものに憧れますから、外国との同じほとんど同じもので住むという思い込みということです。日本を世界市場の一部に過ぎないとして、他の地域と同一視してもどれほど成功を上げられるものでしょう。この会社の失敗例は、日本人も他の民族と同じ価値観の固定観念を持つ固定観念を示しています。私たち、つまりうちの会社もこのような固定観念を持っているのでしょうか。うちの会社は電話会社ではありません。私は弁理士という職業で知的財産の事務所に勤めています。私たちは依頼人のために特許出願などを特許庁に申請して特許などを取得します。よく弁理屋と間違われてますけれど、そうではありません。うちの会社にはすでに日本の既存の顧客がいますけれど、私たちは日本でのシェアの向上を狙っています。前に述べたように、私たちも固定観念を持っているのでしょうか。確かに一つぐらいがあると思います。そして次に説明します。日本人もイギリス人も遠慮深い国民性だと言われています。だから私の経験で、日本人との会議でうちの会社のイギリス人は失礼に当たらないように、ちょっとなかなか本質についてきません。会議は遠回しの話で終始します。でも一方で、日本人はビジネスの世界でアメリカ人のやり方とかアメリカ人の英語に慣れているんでしょう。日本の表現で一を聞いて十を知るというのがあります。これに反してアメリカ人は十を言いたい場合、十をきちんと言って、それから念を押すために11も12を言うでしょう。このような率直的な話し方をする日本人にも何度か会いました。イギリス人も会議でビジネスに関する重点をきちんと討議できなければ関係はスムーズにいかないでしょう。これまではイギリス側で日本人に対して持つ固定観念のことを話しました。これから日本企業に見られる独特の傾向についてイギリス人の私が感じたことをお話したいと思います。例えば、率直的な話をしたからといって会議はスムーズにいくとは限りません。
私の経験でよく日本での会議に参加する日本人はたまに全く喋らないタイプです。ここではこのような人を便宜上だんまりマンと呼びましょう。なぜだんまりマンが日本に多く生息するか、私の考えは後の質疑応答に譲りたいと思います。では会議にだんまりマンがいる場合どうすればいいのでしょう。自分の会社の売上高、従業員数とか、その他のその会社の最新情報について話をすれば会議はスムーズにいくのではありませんか。イギリス人はこのような自分の会社の話を既存の顧客とあまり普通しません。まるで会社自慢の話のように聞こえてしまうからです。むしろ相手の会社について聞くべきだと思います。相手が黙りまんなら優しくも積極的に質問をするほかありません。そしてそれもダメなら後で E メールのコミュニケーション でも現実化という気がします。このような自分の話を自分の会社のような話をする日本人が多いと思います。一般的に西洋と違って日本とのビジネスは個人対個人ではなく会社対会社ということです。以前読んだ記事によると中国人も英米人もある会社の人間と関係を築いたらその会社との関係よりその人間その個人の関係を大切にします。その人間は後でその会社を辞めて別の会社に転職する場合、中国人も英米人もその会社に後でその個人を後でついていきます。ついていく可能性がありますという方がいいですね。一方で日本で会社間で関係を築いてからその関係は長く続いていきます。でも一方でまず初めにその関係を樹立するのが難しいでしょう。なぜ難しいかというといろいろな理由がありますけれど、私はその理由も後の質疑応答に譲りたいと思います。今まで見たきたように外国市場として日本人と日本に対してこちら側で固定観念を持つのはある程度仕方がないということです。まただんまりマンの例、関係との会社との関係の例に見られるような日本企業独特な要因もあって、私たちにとって日本とのビジネスは難しく時間がかかりそうなものです。そしてイギリスの会社は早く結果を出したいという気持ちで日本とのビジネスに臨むため、お互いの間にうまくいかないところが多いと思います。また日本語の表現で諸刃の剣というのがあります。これは私にとって日本でのビジネスを構築するのはまさにこれです。始めるのに手間暇がかかりますけれど、一度始めてしまえばその関係は長く続くことができます。だからこそ私たちは長い目で日本とのビジネスを見据え前向き努力をしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。